今日は北の日と違います。特別で珍しい日です。起きる時間です。出る前に服を着替えて、歯を磨いて、カーバンを持ちます。9時前に空港にいるはずです。多分僕は何をしていることが知りたいですね。今日は日本へ勉強しに行く予定ですか？帰るつもりではありません。オーストラリアで勉強することは優しくなりましたから、日本で新しいチャレンジを見つけるかもしれません。飛行機に乗っている間に話さないでください。映画を見たり人々と話したりしたいと思ったが、もう喋すぎましたね。今寝った方がいいと思う。散歳します。でもおかわり。疲れたよ。こんにちは、ルーミー。その青と赤いシムシムのシャツはかっこよくない。何？赤ないんだ。ルームメイトがいることが知らなかった。だなぜここにいる？新しい大学を内緒。待って、いてる。僕もいてる。すごい人々の勉強する大学へようこそ。お名前は？すみません。なんという大学だ？すごい人々の勉強する大学だ。はい。ここは日本の一番大きくて広い図書館だ。と思う。そうだ。図書館で話してはダメだ。すみません。やめて。図書館で規則が多い。例えば、話してはいけませんだ。もうそれを言った。そして、歩かなければなれない。きちんと服を着て、僕の質問を聞かないでください。もっとある？一番大切な規則を忘れた。もし、ここに食べたれか、飲んだら、何が起こる？あなたは知りたくない。誰か、助けてください。え？すみません。なぜとてもうるさく話していますか？4時間目は始まっていて、まだ教室を見つけませんでした。数学に行きましょう。本はどこですか？ごめんなさい。ありません。持ってください。それは甘そう。教室はここにある。こんにちは。なぜ遅刻してますか？一緒に来ましたか？ごめんなさい。今
私たちは数学を勉強しています。数学は一番大切な科目なので頑張らなければなりません。厳しいね。問題を解くのと文章を書くのとではどちらの方が楽しいですか？いい理由だ。本を開いて145ページにめくってください。どれ？今、お前、僕、前に来て皆さんにこの問題の解き方を見せてください。今日だよ。問題が解けますか？はい、優しそうです。これを見たことがありませんから消します。これは意味がないと思います。だから見ることができますか？6です。出てください。勉強してみたが難しすぎた。子どもの時に僕は憧れる数学者のように得意になれない。遅くってつまらない仕事を見つけて働く。日本は冗談に慣れせているさ。仕事が欲しいの？はい、ありがとうございます。この便利なレストランの中に来てください。食べながら話そう。信じられないよ。いただきます。あなたはお箸を使うことが下手だ。会社で働くと何をしますか？なぜ笑っていますか？成功は説明できない。でも時給はとっても高い。はい、どうもありがとう。いつ始まりますか？食べて後で一緒にあそこに歩こう。え？今日？はい、でも遠くない。出て右に向かってまっすぐに行く。それから橋を渡る。そうすると左側にある。あの道が知っています。浮きのだ。浮くって横島な会社というビルだ。ごちそうさま。はい、あそこで働きたくないと思います。気にしないで。これについて悪い気持ちが感じている。分かってみてください。日本は本当に楽しかったです。大好きでした。伝統的な文化は現代的な文化に合うところです。美しい人々がいて、美しいところやものがあります。でも、準備しませんでした。海外に住んでいることがとっても難しいです。複雑な場合を起こって、良くない選択肢に決めます。オーストラリアにもう少し住んでいると思います。